皆さんこんにちは、カタリストレーナーです。今回はサンデー RV さんのところにやってきました。埼玉県の坂戸市にあります、メリーランド。今回ご紹介するのがこちら、上に乗っかっていますサンデーシェルです。 SL と書いてね、サンデーシェルとね読ませるそうです。で、今回母体の車両として使っているのが、スズキのキャリーを使っているということです。軽トラですね。はい、で軽トラだったら乗っけられるよというねサイズ感になっているということでした。はい、軽トラに乗せるシェル、はい、こちらのシェルですね。うん、なのでもう軽トラ持ってる方はすぐに自分の軽トラに乗っけられます。でさらに軽トラごと買いたいよという方はそちらもご注文できますし、ご自身でご用意していただくということもねできますよということでした。外観がかっこいいですね。はい、サンデー RV さんといったらね、やっぱりオールドアメリカンなイメージの、形をねすごい大事にしているということで作ってらっしゃるんですが、そのね影響を大きく受けて、こちらもねシンプルな、特に外装何か貼ってあるわけではないんですけれども、シンプルな形なんですが、こういかついね形のデザインになっててかっこいいです。カクカクっとしてます。はい、でこちら、はい、ジャッキーでこうカチカチカチとねやって固定してるんですね。しっかりと固定するような形となっています。ここにねこうフックが引っかかっていて、さらにそこからこういう風に、紐が伸びていて、それをこう巻き上げるような形ですね。うん、女性でもこれだとねカチッとやればいいだけなので、すごくね取り外ししやすいですっていうことで、 1,2 あと裏側に 3,4 とね4箇所でしっかりと留めている形となります。でこちらの側面は前の方にあるね窓が一つということです。あとこれがここにアウトリガーをつけることによって着脱できる、はい、そうですね。アウトリガーはこちら側、そしてねこちら側につけて4本足にしてつけることができます。でアウトリガーつけたら1回ねこのシェルを浮かせてあげて車だけを出してあげるという形で、常設することもできます。そしたら軽トラだけ使いたい場合はすごい便利ですね。そうですね、どちらも使えますよということです。で後ろから見ると今ねちょうどもうドア開けておりますけれども、閉めるとこういう形ですね。うん、で出入りするときには一旦ここに乗っかってからこう上がっていくという形となります。結構ねしっかりとしたドアがねついていて、で見えないんですけれども断熱材もねしっかり入っていますよということでした。あ、それは嬉しいですね。はい、 FRP でしっかりと作ってありますということで、こちらもねしっかりした作りのものをご用意しているということです。でこちら側に窓があって、ちょっとねスモックがかかったような黒っぽいね窓が横開きですね。こういうスライド式の窓がついています。ここもねアクリルの窓になっているので、非常にね優しい、割れたりしづらい形ですね。でこちらにもあるんですが、はい、はい、これはここですね、外部電源を取り入れたい時に使えるようにねこういった形で付けられますということです。窓こちら2箇所ですね、上とあとこちらのメインの方にあります。だいたいねこれがね外観の雰囲気となっています。基本的には白で、このアウトリガーのところだけブラックっていう形のねスタイルになっていますね。白黒パンダちゃん形式です。メルメルランド、この状態でちょっとね前高ですね、高さが 2m46cm です。で幅、ここの幅ですね、幅が 1m47cm で、この荷台に乗っかっているところ、ほぼほぼ荷台の長さなそうなんですが 195cm ということです。ではね入っていきます。お邪魔します。はい、今ね立ちました。私ね 165cm なんですが、今178cm の室内高があります。ただねこれこの後ですね 3cm ぐらい低くして175cm にするそうなので、ちょっとね今の見た目よりは少し 3cm ほど低くなるそうです。で入ってすぐのところ、ここにね棚が 1,2,3,4 箇所とねありまして、小物をね充実して入れられるようになっています。でまたねここも R がついていて、優しいカーブついているので、で入りする時にもここがね優しくこうカーブで入ってくれるようになっています。やっぱりとんがっているとちょっと痛いのでね。でこちら早速なんですけれども、はい、収納のスペースとなります。これぐらいの広さ、手入れるとねこんな感じで、
まあ、すごく大きいわけではないんですが、しっかりとね、セパレートタイプになっていて、物をね、収納できるような形になってます。で、これもね、イージークローザーで、行けるところまで、ね、静かに行ってくれて、最後だけ、こう、ポチンとやってあげるような形です。ここはね、やっぱり上側に関節照明が、はい、おしゃれに入っているのと、あとこれね、サンデーミドルと一緒なんですが、こんな感じですね。ちょっと、横にこうスライドしながらのライティングがね、上からのダウンライトであります。で、反対側も同じようにやっぱり間接照明が入っていて、こちら側に2つですね、同じサイズの、はい、これぐらいのサイズの、収納がついています。はい、この静かに閉まってくれるのがすごい嬉しいです。すごいシンプルなんだけど、ちゃんとこのおしゃれさが加わっているっていうのがいいですね。そうですね、丁寧に作ってある感じがしますね。で、こちら側なんですが、ちょっとした小物入れになりますね。ここにゴムがついていて、ボヨンって出てこないような感じで、こうゴムがついています。で、これが再度どちら側にもあるというね、形です。でも私が乗っかってしまっているのが、ベッド、1段目のベッドになります。下のベッドですね。で、このね、下の下段のベッドは、長さが190センチ、そして幅が81センチという形になっています。なので、ここで、ね、もう一人が就寝すぐにできちゃいますし、あと、ここはね、椅子というかね、ソファーというか、そういう形で使えますので、まあ、4日かって、こう、ソファー的に使うこともできますし、あとね、ここでお食事したいなっていう時には、ちょっと前に出て、ここでね、お食事するような形で、テーブルと椅子っていうね、使い方もできます。ここですね、出入り口のすぐ近くに、電気コントロールが来ています。で、実は、ここの装備の中で、電気というのはオプションです、最初から。なので、ポータブルバッテリーとかがね、あれば、もうそれをご自分のやつを充電したものをここに乗っけてもらって使っていただくようなスタイル。で、もしくは、オプションでバッテリー増やしたいっていう方は、そちらも受けたまわれますということです。なので、今、インバーターとかそういうものも全くついていない状態です。ただね、今これつけるにあたって、オプションの形で電気使えるようにしてありますっておっしゃってました。で、さらにこちらなんですけれども、こうですね、パタンと。はい、出してあげます。そしてここですね、はい、これをパターンと上げてあげると、そう、こんな感じで飛び出してくるテーブルがね、拡張されます。そうするとこっち側でくつろいでいる時に、まあ、ここでね、ご飯食べたりちょっと飲んだり、こうパソコンしたりとか、ちょっとね、使い分けがね、L 字になるってことですね。そうですね、 L 字で使えるようになります。これだけ広がるとかなり使い勝手がいいなっていう感じがしますね、うん、で、さらに開けることによって、ここにね、なんとシンクが登場しました。こちらのシンクなんですけれども、これですね、こうひねってあげると、まあ、お水使えますよということなんですが、かなりね、広くって、で、ま、丸いタイプのもの、結構これなかなか見ない珍しいタイプです。かなり大きいので使い勝手も良さそうですね。で、このシンクのお水どこに来るのっていうと、ここの下ですね、じゃじゃーん、はい、給排水タンク、15リッターの給排水タンクがこちらに入っています。これね、15リッターですけど、多分ね、20リッターとかもいけるんじゃないかな。いけますね、うん、結構余裕が、はい、うん、あるので、それちょっとアップすることもできそうな形になっています。で、ここもね、静かに閉まってくれて、こうやってボタンで止めるような形となっています。で、ここのベッドだけで寝ることもね、もちろん190センチと81センチなので、かなりこうゆったり、165センチの私が寝ても足も頭もゆったりなんですが、幅もしっかりとあります。で、ここですね。ここにですね、実はバンクベッドが来れるようになっています。ここの部分ですね。で、一回上げてあげて、引きます。よいしょ。で、そうすると、溝が切ってあるので、よいしょ。ガンガンと。はい、はまりました。はい。でもこの状態でスライドしなくなりますので、ここでこのシーツですね、ベッドマットをよいしょ横に広げていきます。ここに登ってみると、結構広いな、かなり奥行きがありますね。結構奥行きありますよ。
で、やっぱりこのサンディアルベイさんのこのシェルのいいところ、この四角いところなんですけど、これがあることによってここまでしっかり同じ高さなんですよ、うんうんうん、R がついているわけじゃなくて、ここまでしっかり同じ高さっていうのもね、すごく嬉しいですね。でサイドかなで入れてあげて、よいしょ、はい、こんな感じで、で入れてあげますと、ここに窓もあるんですが、ちゃんとねカーテンもついているので。カーテンは標準ですか？そうですね、カーテン標準についてきますので、こんな感じでお部屋っぽい感じですね。あ、結構広い、これは広いね。大人2人が、はい、ゆったり寝られるサイズのベッド感ですね、うん、でこの上段のベッドなんですが、長さが186センチ、そして幅が140センチもしっかりとあります。なので、あ、めちゃめちゃもうゆったりって感じですね、うん、しっかり寝られます。でこちらもカーテンね閉めてあげればいいですし、ここでお昼寝とかもねできるなっていう感じがしますね。みるみるランド。でここの下なんですが、まるまる収納となっています。椅子の下、はい、紐があるので張り上げてあげるとこんな感じです、ね、収納スペース、はい、で今は、電気をね、入れてますけれども、基本的にオプションになるそうなので、電気入れなければここが空洞の状態ですね。でご自分で持ってきたバッテリーですね、ポタ電とかでつけるような形にすることができるそうです。でさらにこの反対側ですね、ここもこんな感じでやっぱり引っ張ってあげると、あ、はい、上げられて、ここの中はもうつながってるんですね。なのでかなりしっかりとした大容量の、かなり荷物入りますね。お洋服とかもそうなんですけれども、たっぷり物を入れることができます。こちらのねサンデーシェルなんですけども、2024年の1月に能登半島で大震災がありました。でそれをサンデーさんたち皆さんね受けて、じゃあとにかく住める場所、自分たちの空間として使える場所を提供したいよねっていうことで、今まではキャンピングカーというね形で、緑だったりとか作っていたんですが、それを今回は本当シェルにして、いつも使っている車だったり、この軽トラ、とにかくね、乗っければ自分たちの空間として使える場所で、しかも下とさらに上と寝られるよっていう形にして、あとね、テーブルだったり、あとお水ですね。本当に必要最低限のところで用意できたらいいんじゃないかということで、こちらのもうシェル自体を非常にね、シンプルに作りましたとおっしゃってました。ただね、シンプルなんですけれども、こういうデザイン性だったりとか、一つ一つのね、手作りの形はね、丁寧に作ってらっしゃるので、本当にサンデー RV さんらしいなっていう形になっているんですが、例えばね、お水をもう常設で、長く保存できるものを置いておいて、もう何かあったらこれ1台で逃げるとかね、そういうことにも使えるよ。ただ、そういうなんか災害だけじゃなくって、やっぱりね、日曜日、土曜日、サンデーアルビサなので、こう週末ね、出かけるにも、とてもね、いいところに行って、寝て、楽しみでもらえたらいいな、ということでした。なので、なんと、こちらの内装、含めて、ちゃんとね、断熱とかも入っている状態で、お値段が、148万円となっております。150万切ってきますっておっしゃってました。このシェルの価格ってことですね。そうですね。今標準装備でついているのがこういった収納のボックスだったりとか、あとテーブルとか、ベッドの状態ですね。あとこの断熱の入っている壁と屋根っていう形になるんですけれども、これにオプションでどんどんね、やっぱりクーラーが欲しいなとか、あとソーラーパネルつけたいなとか、ベンチレーターつけたいなとか、そういうね、ことにももちろんご要望によって受け止まりますっておっしゃってました。なので本当に必要なものだけをプラスしてもらって、使ってもらってもいいですし、もうこのままのね、シンプルな状態で使っていただければっておっしゃっていました。ここで、サンデー RV さんから特別にオプションつけたいっていう方は、なんと10万円までは
オフにしますっていうねサービスをさっき教えていただきました。これは嬉しいですね。すっごいなんかめっちゃ10万円お得だと思って。で、例えば走行充電とか、あと外部からの取り入れをして、で、この電気設備ね、入れれるよってなると20万円ぐらいかかるってなったとしても、その予算に応じて、まあ10万円、最大10万円まではオフにしてくれるよ。だから、例えば20万円のものだったら10万円になっちゃう。で、さらにベンチレーターだけつけたい方とかいらっしゃるのかなと思って伺ったら、例えば3万円ぐらいでつけられるベンチレーターつけてくださいって言ったら、なんとタダです。3万円タダになっちゃいます。タダでベンチレーターもつけてくれます。なのでなんか使い方はね、選び方は本当無限大だなって思うんですが、それも本当お客様によって10万円までサービスしますってねおっしゃってました。もうそれもすごい嬉しいなって思ったので、ちょっとねいろいろご相談しながらオプションねつけてみるのも楽しそうだなと思いました。ということで今回はねサンデー RV さんのシェル SL と書いてシェルなんですけれども、本当にもう緊急避難場所としても、そしてね週末遊びに行くにもいいですし、あとね意外とあの農家の方がちょっとしたね休憩場所としてね使いたいよっていう、もうほんと軽トラに乗るサイズなので、そういう需要もあるそうです。でそれがね148万円でねかなってしまうよというねシェルなので、気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画も良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。そして SNS もやっています。インスタ、X、Facebook など遊びに来てください。それではまたねー。